こんにちは。先日仲良し公園の周りを三角木バイクで全裸ツーリングしてたんですが、赤信号で止まると電柱に童貞高額査定高価買取のポスターが貼られているではありませんか。これを見て僕は疑心暗鬼になるも、まあ一応査定だけしてもらうかと消費者金融の入る怪しいビルに全裸ドン。あらまあ、いらっしゃい。おっ、こりゃいい童貞だと勝手に写真を撮られ、童貞フェス開幕。そして僕は朝まで踊り明かした後に担当にロケットに乗せられ、宇宙の彼方に飛ばされるのであった。次回、消費者金融の罠にかかったキリン、知らない間に宇宙でグラビアデビュー、アフリカ金融道キリンソン。ということで今回は先日開催された音楽フェスで起きた DJ ソーダさん痴漢事件について、その概要や世間の反応、後に明らかとなった衝撃事実など、現在大騒動となっているこの件をめちゃめちゃ分かりやすく網羅的にまとめていきたいと思います。テレビック東京タワー×キリン、キリンランド開演決定。様々なコンテンツにキリン降臨イベント、詳しくは概要欄へ。事件概要。今年8月11日から13日にかけて開催された音楽フェス、ミュージックサーカス23に出演していた韓国出身の人気 DJ、DJ ソーダさんが、パフォーマンス中に観客から胸を揉まれる、腕を掴まれるなどのセクハラ被害を受ける事件が発生しました。その後ソーダさんは自身のインスタグラム上にセクハラ行為に及ぶ観客の姿を収めた証拠写真をアップするとともに、日本のフェスで公演を終えましたが、すごく悲しい出来事がありました。ファンの方々ともっと近くで楽しんでもらうために、公演の最後の部分でいつものようにファンの方々に近づいた時、数人が突然私の胸を触ってくるというセクハラを受けました。とても驚いて怖かったですが、一方で私を見て泣いて喜んでくれて好きと伝えてくれる素敵なファンの方々もいて、最後までやりきろうと最大限平気なふりを頑張りました。今はホテルに戻ってきましたが、未だにとても怖いです。とても戸惑って信じられないし、もう舞台の下や前の方に行ってファンの皆さんに近寄りがたいと思っています。という声明文を投稿し、事件に対する不快感をあらわにしました。そしてこの出来事は多数のメディアや SNS で大きく取り上げられ、 Twitter では痴漢大国や日本の恥などのワードがトレンド入りするなど大きな反響を呼びました。またこの事件に対し世間の人々からは、これはトラウマになるわ、同じ日本人として本当に申し訳なく思う、すごく残念だけどもう日本に来なくなっても文句は言えない、などソーダさんを擁護する声が多数寄せられました。またその一方で、音楽だけではなく露出度の高い衣装を着てセクシー路線を前面に押し出したアイドル売りのような活動を通してファンを増やしていた、もともとこういう路線でファンを増やしていたんだから文句は言えない、当然痴漢をした方が悪いが露出度の高い服を着ていたソーダさん側にもいくらかの非があるのではないか、などといった批判的な意見も見られました。またソーダさんはこのような批判意見に対し、私がどんな服を着ていたとしても私に対してのセクハラと性的暴行は正当化できない、私は人々に触ってほしいから露出した服を着るのではない、私は自己満足で着たい服を着ているし、どの服を着れば自分が綺麗に見えるかを知っているし、その服を着ることで自分の自信になる、フェスで露出した服を着ることが間違っているの、私は着たい服を着る自由がある、私の体は自分のものであって他人のものじゃない、私は露出した服を着るのが好きでこれからもずっと着ていくつもりです、という声明を発表するとともに、服装に悩む人々に対して、みんな服装に干渉する人たちの顔色をうかがわず着たい服を思う存分着ながら生きようと呼びかけました。また今回の事件を受け、フェスの運営は、このような行為は性暴力性犯罪であり断じて許すわけにはいきません、卑劣な犯罪行為を行った犯人を特定し損害賠償請求や刑事告訴など民事及び刑事の法的措置を取る所存です、と今後の方針を発表しています。関連の話題。今回の一件は大筋としては、痴漢した方が悪くソーダさんは被害者として取り上げられており、これに関しては至極当然で議論の余地はないと言えるでしょう。その一方でソーダさんの発言や振る舞いに関する過去もいくつか話題となっています。例えばソーダさんは今回の事件後 SNS 上で、 DJ をしてから10年経ちますがこんなことをされたのは人生で初めてですと発言しているのですが、ソーダさんの過去のフェス映像の中には、今回のように周囲の人間から体を触られている様子が収められているものも複数存在しました。これに対しソーダさんは、これは私がアップしたビデオです、もし私がセクハラにあったなら私が自分からこのビデオをアップするはずがないでしょう、私はファンに近づくために重心
真を撮りにくい手すりに立っていて、私が落ちるのではないかと心配したボディーガードが私をサポートした。これもセクハラと見るの？正確な情報を知らずに映像だけを見て判断しないでくださいと反論しています。また今回の件を受けてソーダさんの過去ツイートも話題となりました。ソーダさんは過去に日本の観光商品として販売されている竹島パンの写真とともに、日本の島根県観光商品として販売している竹島パン意味ないだろファックといった投稿をしていたことも明らかとなったほか、2022年には不適切なワードが羅列されたレギンスを履いていたことで飛行機への搭乗を拒否され、その後空港職員と揉めた末に飛行機の出発を1時間延長させてしまうという行動も掘り返され話題となっており、ネット上ではもともと日本を嫌っていたため意図的に日本で起きたネガティブな出来事を大ごとにしているのではないかといった意見や、過去の行動と今回のセクハラの件は分けて考える必要があるといった意見など様々な声が飛び交っています。ですがあくまで今回のフェスでソーダさんが痴漢被害に遭ったことは紛れもない事実であり、当然のことではありますが、今回の痴漢行為が許されない行為であることに変わりありません。また先ほどもお伝えした通り、運営が犯人特定に動くとの声明を上げていますが、同じくネット上でも実際に痴漢行為を働いた人物に対する批判や特定を望む声、犯行自体を批判する声は著名人の意見も含め相当数の声が上がっています。フェスの現状以上が今回の事件の概要と、この一件によって明かされたソーダさんにまつわる情報ですが、ソーダさんは過去にもパフォーマンス中に観客にガラスのコップを投げつけられ、ガラスの破片が足首に刺さり負傷する、整形をなじる暴言を浴びせられるなどの被害に遭っていたことが分かっています。そしてこのようなフェスやライブ会場での事件は国内外問わず頻発しており、2016年に埼玉県で行われたサマーライブ中に観客の男性がゴキブリ数十匹を放つ、2014年に大阪府で行われた声優のライブ中に観客の男性がステージ上に向かってラジオを投げつけるなどの悪質な事件が複数発生しているほか、フェス会場でもその場で知り合った男性が女性に飲酒を強要し泥酔させて性的暴行を働く、フェス中にしつこくつきまとい続け意図的に体を接触させたり連絡先を聞き出そうとする、突然テントを開けて中を確認したり外に連れ出そうとするなどの性被害が多発しており問題視されています。そして当然フェスの運営側もこの現状を重く受け止めており、近年ではスタッフを増員するとともに会場の見回りを強化したり監視カメラを増設するなどして対策が講じられていますが、それでも被害報告は後を絶ちません。また性的被害に遭った女性のうち6割から9割ほどの人々が恐怖や周囲の目を意識して周りに助けを求めることができずに泣き寝入りしてしまうそうなのですが、フェスの場ではそれらの理由に加えて警察沙汰にしてしまうと以降の公演を楽しむことができなくなってしまう、泥酔していて前後の記憶を失ってしまうなどの理由から、さらに事件が表沙汰になる割合が少なくなってしまうそうです。そして特に今年はこれまでコロナ禍により開催が中止されていたフェスやライブが解禁されているという背景から、これまで我慢していた反動で例年以上にハメを外しすぎてしまう人々が増えているそうです。そのためこれからそういった場に参加する予定がある方は、不必要な他人との接触は極力避けるとともに、周囲で揉め事や事件の気配を察知した場合は速やかにスタッフに伝えるようにしましょう。また大好きな出演者のパフォーマンスを見て気分を上げたり、音楽を通して周囲と一体になり盛り上がることは決して悪いことではありませんが、そんな時でも自分を見失わず周囲の安全に気を配ってイベントを楽しむよう心がけましょう。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てどのような場面であれハメを外しすぎてはいけないと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと Twitter もやってるので概要欄からフォローお願いします。また VTuber チャンネルで生配信もやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者なんですけど、マシュマロです。YouTuber になる前と YouTuber になってからお金の考え方はいい意味でも悪い意味でも変わりましたか？またお金が全てじゃないなと思った経験ありますか？ということでありがとうございます。はい、まあこれはいい意味で変わりましたね。はい、まあ YouTuber になる前といったら、まあ僕は全然お金なくてもう明日の飯にも困ってるみたいな感じの状態で、将来の展望もないみたいな、結構絶望的状況だったんで、その時はですね、もうお金が全てはちょっと言い過ぎですけど、お金が全てに近いような考え方だを知ってた時期もありましたね。はい、というのもですね、やっぱ僕のなんか、まあこれは持論なんですけど、やっぱりできるだけ他人に頼りたくないというか、まあ生活
とかは、まあ、自分でしっかりお金を稼いで自分の生活とかはまあ生涯通して、まあ、自分で賄えるみたいなっていうのがなんかなんていうんですかね、まあ、人生の第一ステップじゃないですけど、まあ、そこはまずクリアしたいっていうのが、昔からあったので、まあ、そこはなんていうんですかね、もううんお金の安定を手に入れるまではもうお金稼ぐことに、まあ、集中しようみたいな考えがありましたね。はい。で、まあ、YouTuber になる前はそんな感じだったんですけど、今 YouTuber になって、まあ、ある程度お金に余裕が出てきたら、まあ、今度は、まあ、お金持ってない時には、お金はあればあるほど幸せになれるし、お金は使えば使うほど楽しい思いできるみたいな、そういう幻想があったんですよね。まあそうなんじゃないかなって勝手に、予想してて、で実際、まあお金使うようなこと、まあこれまでできなかったようなことを、まあいろいろやってみた時期とかもあってですね、まあもちろんそれはすごいいい経験になったし楽しい思いもしたんですけど、はい。でその時期を経て、まあ今最近はというとそんなねお金使うことないというか、まあ一番楽しいのってなんか家でなんかそのアコギの練習してる時とかがもう一番充実してて、なんか、はい、そういう感じで、なんかお金すごいかかるようなことって何も特にしてないんですよね、あんまり。はい。で今思うのが、なんかそのお金にとらわれることはなくなったなって感じですかね。まあお金がをかければその分だけ得られるものはあるんですけど、それが自分の満足度と直結するわけじゃないので、はい、っていう感じですかね。っていう意味でお金が全てじゃないなって思いましたね。お金かからなくても十分楽しめることとかもあるし、それがなんていうんですかね、その選択肢がある中でお金いっぱい使って楽しめることもできるけど、お金使わないで、やってるこれ今楽しいっていう、なんていうんですかね、そういう結果になったことで、なんか自分の中でも確証を得れたというか、そのお金が全てじゃないなっていうのをそのちゃんと実感できたっていう、なんかその予想じゃなくてっていう感じはありますね。なんかやらしいですね今日なんかすごいリアルな話を してますが、はい、なんか僕はそんな感じでしたね。なんでまたもしかしたらこっからなんかね、いろいろちょっと騙されて無一文とかになると、また振り出しに戻ってお金が全て状態にまた戻るんじゃないかなと、はい、っていう感じがします。で大丈夫でしょうかこれはい、まあこれが、YouTuber のリアル、はい、ということでした。さよなら。